真っ白の時間だ。俺様も行くとしますか。天の唾、嘘にだけは気をつけないと。あんたの決断を不意にはしない。成果は必ず持ち帰るさ、大将。まずは線を引く。我と貴様の利するところを。下に分かちがたきよな。やれ笑え。そっちはどうだ。いや、あれ、今なんか影と風が通った。おいおい頼むぜ。寝不足か。暗いより点で我らの他にも兵士している者たちがいます。カスマたちが。分かった。報告ご苦労。ここは一つ事の葉すぐりとしゃれ込むか。水。悪いね。あんたうちの部下に少し似てたぞ。こんなところに隠れてやがった。突然来るなんて卑怯だぞ。メオリー報告。毛利軍の陣容は全てこの巻の中。どれどれ、こりゃまた随分蓄えてたもんだ。風、林、そのまま続けろ。この戦が済んだ後もだ。統制が取れてる軍には潜り込みやすいね。第一に間違いが起こりにくいのがいい。今日の元就様はお優しかったな。傷を負わぬ程度になすがよいなんてさ。狙いは兵の温存か。あの強王相手にね。石田はお休み、毛利も手抜き。これで本気の戦と思える方が不思議だよな。大谷様の指揮なら大丈夫。きっと大丈夫。今日の黒い花、今日自体はお留守番だろ。ひどい目にあったらしいな。徳川にやられたって話か。海岸だし。ここでも徳川か。まあ潰し合うなら御の字だ。うわ、どうしよう。ブーンを。すまん、お主の犠牲を無駄にはせんぞ。不調が違う。貴様何者だ。そのまま押さえとけ。もう逃げ出したか。やっぱりあんたか。豊臣偵察以来だな。金を刺したのは北条か、あるいは、まあいいさ。どの道あんたは虎の毒だ。あんたの風は清すぎる。潮風の中じゃなおさらだ。忍びに勝敗なんてない。
くらい。あるのは任務を遂行できるかできないかだ。消えたか。立つ風羽を残さずだな。海より伝達、我らの偽装が蹴取られている兆しなし。そのまま続けろ。この戦が過ぎた後もな。面白そうな話だね。俺様も混ぜてくんない？嫌だって言っても無理やり吐かせるけどさ。石鹸を許した覚えはない。下がれ。虎の影が水に落ちても溺れ足りぬと見える。客か。許せ。茶菓子は残っておらないんだ。その交渉だ。我も無関係ではなかろう。初手の初手から勝手をする男。我ら三国和気もあいあいの三つどもえ、朗らかな答えを待っているぞ。痛い。これが未熟。背負うことの痛み。その苦痛を噛みしめるんだ、大将。
最初首が突っ込むほど愚かじゃないってことさ。さあ、あんたら全員回れ右のおじか。サスケさん、助かりました。援護は任せろ。だから落ち着いていけ。忍び風情が出過ぎた真似をお許しください。何の、雪村様にはお主の知ったが一番の薬じゃな。親方様と雪村様の魂は俺たちが守る。そうだ、あんたの功力に期待してるぜ。敵には巨砲、味方には指揮船道と、そう信じつか。伊達のためにも学んでおくべきだ。手応え出てきたじゃねえか。クセ者が場を整えているんです。油断めされるな。正直あっけなさすぎて苛立ってたところで、いいぜ、忍びでも何でもぶつけてこいよ。俺様も大概冷静なつもりだけどね。久々だよ、これだけ視界が猿に染まるのは。あんたの喧嘩上等だ。これで仲間と同じだ。寂しくはないだろ。一時は竜の右目、あんたおとぎ話とか好きか。さあな、その口車が煩わしいことだけは確か。昔々戸隠の山に無数の猿がおりました。里に降りては悪ふざけ、戯れることをいとけなく。ある日のこと、彼らはプツリと姿を消した。さて、なぜだと思う？何の例えか知らねえが、そうだな、病か。不思議に思った麓の民が踏み入ってみると、そこには無数の猿の屍があるばかり。伊達の柱となれ。ムクロの海に一匹だけ無傷の猿がおりまして、血濡れた頭をペコリと下げたとさ。かの猿は今どこで何をしてるんだろう。てめえの本質は忍びの皮をまとった忍びか。んじゃ、お言葉に甘えて消えるとしますかね。何？おい、待て！巻いたか。右目相手に消耗は避けたいからな。狙いはあくまで大将首、地に落ちた尺取り虫さ。逃すとは小十郎らしくね。しかしこれは、あんたらは土足で甲斐の山を荒らしたんだ。血まみれになって死んでも文句。あざけるつもりは全然ないけどね。今の俺様にはあんたが猿にしか見えない。尖った挨拶をしてくれる。
柱よ、同盟矢よりと興じるか。蝕まれた虎を養う余裕などありません。疑いはごもっとも。ま、杞憂だと思うけどね。我は心配性でな。一つ遊んで試すとしよう。さあ、あんたには見抜けるか。この青白い月の下、猿がどこで笑うのか。眠れ三成、主の寝息を遮るには忍びない。客の相手は我がしよう。茶菓子もあるぞ。我は知りたい。腹からが誇るその器を瓦吹きの試練見事超えてみせ。いいぜ、忍びを試したことを後悔するんだな三成。この同志らは役立ちそうだ。負の先に置くか、ふふと笑うか。使われてもいい、こっちが使い返せばな。馬に虎に柱とくれば鳥獣戯画も真っ青よ。同盟記念にあんたの蝶も入れとくか。回されるだけの柱にあらず面白い。どこまでも大将とは逆さまな匂いのお人だね。やれ、叩き起こされる兵が不憫とは思わぬ。給料いただいてるんなら仕方ないんじゃない。見えるか忍びよ、この筒の中の者たちが。お許しを隊長、瀕死を破られ。月並みに言おう、騒げばこれの命はないぞ。好きにしなよ、俺様には関係ない。大将、情など無縁か。さすがは柱よな。仕方ないだろ、俺様の部下じゃないんだから。ち、見抜かれていたか。いつに気づいた、どこで察した。自害せずに人質となる忍びなんていないさ。秘密を漏らさないための死に所ってやつだ。良き戦いであったが、うわっ、かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。栄枯盛衰だが、むざむざと衰はせぬ。熱烈なご歓迎に預かりまして光栄だね。夜に我を訪ねる者も久しくて。冗談だ、そう嫌そうな顔をするな。徳川への牽制、まずは主らにそれを願おう。援軍と情報、この二つの保証が確かなら。良き巧みはつつがなくよ、さもありな。そろそろ教えてくれてもいいだろう。あの日武田に声をかけたその真意に。主にな、針先ほどの興味が湧いた。我は見たくなったのだ、主の不幸を。その白い身に巻きつけるズズダイの悪夢。俺様の不幸、今も苦労してると思うけどね。主は主に仕えて笑み、冷たく忍んで笑む。さて、主の絶望はいずこにある。あんたは5つの車を回すのが得意だね。が、本当のところは俺様にしかわからない。その条約を渡せ。さすれば主も泣き叫ぼう。あんた忍びみたいに跳ね回りたいんだ。考えただけでおっかないから
お断りだね。主に敬意を表し、最後の試練をくれてやろう。おーい三成、徳川の患者がここにあるぞ。なんだと、おのれ家康。主が欲しれば仲間入り、しくじれば不幸行き。どちらにせよ我も。家康、影帽子に襲わせるのが絆とやらか。いや、真正面から叩き潰すような気。ご大層な試練だとは思うけどさ、あんた自慢の大将を見せたかっただけだろ。さてさて、何のことや。主の話は難しい。避けろ避けろ、配下の死を悔やめ家康。悪いけどこの命の使いどころはここじゃない。